今日はたくさんある日です。に入りました。これは私はお腹が出過ぎてるのでいつもコルセットを巻いてます。みんな逃げていく。頑張ります。豆だ。うまい。いいぞ。これからリハーサルに行きまーす。回りました。何時だ。11時50分終わって YouTube も撮ってました。ということで私は今衣装の写真を撮ります。はい、ありがとうございます。OK。 緊張した。ということでサンデージャポンさんが何時に入った？ 6 時に入ってもう6時間ぐらい経つんだ。はいやという怒涛でした。次へ続くということで終わったので次が14時なのでそれまで何かをします。何？お家に帰ってきました。でチューリップをずっとやってたんですがもうこの子たちは満期終了咲いていただいたのでちょっと桜とかを見てみました。いただきまーす。なんかペンネとかも買ってた。結構おいしいご飯食べる。なんか両国米のパックそう唐揚げちょっとパワーが必要なんですけど私は実は唐揚げを食べます。うん、サーモン食べたくて切ってない。よだれないと言いちゃった。喉にわさび。そこら辺のおじさんよりでかい。最近サーモン欲やばかったから今解消された。サーモンとペンネ合うんじゃない？すっごい糸引いちゃう私今日。うん、あとはこの後雑誌があって
その後は放課後のときめきっていうあの韓国のお医者番組があるんだけど、それを見守る収録が2本あります。ピャー、橋爪ゆうやさんがめっちゃ好きなんだけど、橋爪さんのこの間アトリエに遊びに行かせてもらって、やばくないこれ、よかったらって夢みたいだった。大好き、もう本当に胸がときめく橋爪さんの絵を見ると、ちょっとあるものをこう、なんて言ったらいいの、もう存在してるものをこうもっとユニークにして発信するっていうのは、なんか自分もそうじゃん、この真似とか、だからこんな風に、これでもこれでもすごくさ、やっぱり人に影響を与えてるじゃん、私みたいに感動したりとか、なんかそういう風なのはすごく憧れます。だから元のものをこうちゃんとリスペクトした上で、こういうさ現代チックな楽しい感じにしてた、素敵。あとカゾボの DVD をいただきまして、もう発売されるのかな、これから皆さんぜひゲットよろしくお願いします。私もチラッと言います、名前入ってる、すごーい。鈴木ナースを見つけに行こう、うん、うん、贅沢。なんかめっちゃパスパスかと思いきや、もうサンジャポが終わったから結構落ち着いた。明日ちょっとでもまた緊張することがあるので、それが心配。みんなもそうだよね、毎日テストがあったり、毎日プレゼンがあったり、毎日仕事の期限があったり、いっぱいみんなと同じだからよいしょ。楽しく真面目に生きてればそれでいいのさ。いつか道が開くさ、ね、笑顔でもうすぐ誕生日だ、どうしよう、どうする。誕生日みたいなご飯食べてるんだけど、じゃあまた後で。ということで次の現場は雑誌の取材でーす。もう着替えてメイクも終わります。ダーン、チャンチャカチャーン。写真の撮影はもう終わったので、この後は、おしゃべりしてきます。でも私は我慢するな。でもこの世にない痛みだよねこれ、マジ電流、確かに電流って感じだよね。うん、なんか他でやったことないから、こう表現のしようがない感じするよ ね。ただめちゃくちゃ痛い、でもめっちゃ引き締まるみたいなね。うん、痛え。福岡はねめっちゃあれだよ。福岡おおだいたい文脈でわかるでしょそれは。いや、なんか福岡でめっちゃ流行ってんのかと思った。あ、そうなんだとか思っちゃった。普通にちょっと遅くないですか。今バズってんだと思ってた。ちょっと遅めで、いてててあ、勝手に動いちゃうから、もうパカロー、パカロー、パカロー、あパカロでなります。このような声でございます。いい感じ。クールね。いい感じ。流れるように。
私はこの毛が今あるので、この毛をどうする、出すか否か、出すか否かで、いつもこのハッシー、ヘアメイクのハッシーと悩んでいます。で、今日はちょっとなんか黄色系が可愛いかもと思って黄色のアイシャドウを使おうとしています。愛してるよ。ありがとう。いや、僕もだよって言ってもうなんで僕もだよって言わないの？いや、多分そう言ってほしいよな。バレてたとは思ってたけど。なんで？ちょっと恥ずかしいなと思って。ひどーい。私だけ恥ずかしい思いしてされたのに。重い女。重いタレント。ミクさんに愛してると言わせる。バカおもちゃん。やばいよね。はい、すっきりしたね、だいぶ。うん、ありがとうございます。気持ちいい。ピタ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 。あ、食べちゃった、指食べちゃった。ごめんね、指食べちゃった。ビューラーは自分でするスタイルですのでね。はい、では行きます。見てなかった。これ全然見てなかった。今全く見てなかった。陽気なやつやってたのに今。私は一重なので意味わかんないぐらい掴んで、意味わかんないぐらい伸ばします。変わらずキャンメイクのやつがいいのはハッシーに教えてもらいました。いいよね、キャンメイク。はい、この何でしたっけ、このクイックラッシュカーラーみたいなのが。正解です。今日ボリュームタイプです。ボリュームタイプのマスカラです。かしこまりました。茶色でしょうか。うん、かしこまりました。なんかいつも結構ロングタイプが好きで。はい、私じゃなくても。そう、基本あんまりなんかバサバサする感じじゃないようにしてて。そうなの。シャープな感じだ。うんうんうん。今なんかトレンド的にも確かにシャープ細長って感じだね。そうそうそう。計算された目でございます。おー、いい感じ。さすがです。シワ伸ばし、うん、シワ伸ばし、シワさせないようにしないと。先生、まあったかいだけです。ありがとうございます。はい、あ、おまたあったかい。おまたあったかい。気持ちいいじゃん。にゃあ、かわいい。ゆうこすちゃんのカラコン、これ。へえ。チャイ。チャイ。茶色？うん、あ、チャイ。あの。飲む方。はい。スパイスの。はい。ちょっとやっぱね、シワになってくるね、この辺がね。目をどんだけパックしてもこうなる。うん。表情とかね。ああ、そっか。結構表情の作り方。今すべてが、今すべてが終わったー。11時12分。今日は何だったの？
面白かった、うん、今でしたら、でも楽しかった本当、うん、最高だ、それが一番ですね、はい、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうございました。ということで、帰ります。みんなも一日頑張った人たち、お疲れ様でした。さようなら、さようなら、さようなら。